はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、訪れているお店なんですが、僕のもう後ろに見えております、ピダリウマさんというね、結構ね大食いの方もこぞってきてるようなお店さんでして、まあ動画とかをねよく見られてる方は知ってるんじゃないでしょうか。店名にもねある通り麺鮭食堂ということで、ラーメンであったりとか定食一品系、もちろんねお酒なんかも提供されてるお店さんでして、チャレンジメニューとかデカ盛りもあるんですけれども、僕はまだ初めての来店なので、好きなメニューをね好きなだけ、まあ普通の並盛りメニュー、通常メニューをねご紹介するような感じで大食いをしていこうと思います。いやなんかね、担々飯とかもうとにかく見た目が魅力的なねメニューも豊富なので、早速ねこちらの左馬さんで本日は大食いをしていきたいと思います。ということで、ただいまですね、左馬さんの店内に入っておりまして、どんどんねちょっと料理注文していこうと思うんですけれども、先ほどねちょっとオープニングでもご説明した通り、こんな感じでラーメンだったりとかご飯もの、それ以外にも一品ものもね多数あるんですけれども、狙ってるメニューがありましたんで頼んでいこうかなと思います。ということで、まずはですね特製ラーメンが到着いたしましたので、早速ね出来たてを食べていこうと思います。いただきます。あーすいません、ありがとうございます。あ、これ普通の担々、はい、一口にいただく前にですね続々と料理が到着しております。ただまずはねこれ出来たてのラーメンいただいちゃいましょう。あうめえ、ラーメンめっちゃうまい。これ麺もねこんな感じでございますよ。うまそう。うまっ。やっぱ最近はね結構僕も濃いめのさ家系だったりとかそういったラーメンが多かったから、こういう優しくてこの出汁っぽいさ染みるラーメンがうまいわ。うん、うん、あうまい。こちらね続いて僕が気になったメニューでございます。これね鶏じゃなくて豚の唐揚げでございますね。ちょっとこの豚からもいただいちゃいましょうか。うまい。うん、担々飯頼んでるからさ、唐揚げ単品でもいいかなと思ったけど、白いご飯で食いたかったかも。甘酸っぱいタレがかかってるんで、これね、ご飯絶対進むね。うまっ。うん。ご飯物いっぱいやってきたんですけど、麺だけ食べちゃいますね。そしたらこの辺りでですね、ちょっと今ラーメン食べ終わりましたんで、せっかくなんでね、ご飯物行きたいと思いますが、今回こんな感じで、普通で中辛大辛と3種類ね注文させていただきました。ひとまずこちら普通の辛さからいただきたいと思いますね。これどうです、うまそう。あうまっ。うん、あうめ。普通の辛さでも結構十分しっかり辛いわ。この唐辛子の香ばしい香りがさうまいね。でちょっと皆様ですね、麺の方ですと、あのウルトラスーパーめちゃ辛担々麺ってものがあるんですけれども、カワイナリーパーが入ってるってことなので、辛いもの好きな方でもねちょっと注意して頼む際にははい注意して無理せずにね食べてください。うん、でも本当にね普通の辛さでもこう見えるかな、
ちょっと汗が出てくるぐらいですね、本当にピリ辛で美味しい担々飯なんですけど、この感じだと多分大辛はちゃんと辛いと思う。いやこれはうまっ。ひとまず、一つ目ですね、普通の辛さの担々飯は完食ということで、続いてこちら中辛でございますね。だいぶね普通のに比べて肉眼で見ると赤みは増してるんですけど、でもめちゃくちゃうまそうっす。ちょっとこの中辛の方が個人的にはだいぶ好みかもしれない。うまい。でもちょっと辛くなった口にさ、この甘酸っぱいその豚唐揚げ、うわこのセットいい、おいしい。本当はですね、今日まだ1回目だからってことで、まずはねこの並盛りのメニューをいろいろと食べようと思ったんだけど、でもね多分今日1回だけじゃ食べたいメニューが食べきれないね、本当に。とりあえず今んとこ食べてるもの全てうまいです。ということで、ただいまこちらの中辛完食でございます。とってもじゃないけど2月とは思えないぐらい今汗かいてますね。ちょっと追加お願いしても大丈夫ですか？すいません。思わずですね追加注文させていただきました。今頼んだのがカツ丼と、サーモン丼なんですけれども、カツ丼はレギュラーメニューでして、サーモン丼に関しましては週末限定でね、毎週販売しているそうですが、まだ在庫があれば、週明けでもねご提供できるということなんで、平日来られたお客様でもこれ食べたいよって方はぜひねお店の方に一度確認してみてください。ぜひちょっと皆さんもマジでこの一品物とか食べに来て、うまっ。そしたらちょっとこの辺りで大辛いきたいと思います。見た目的には先ほどいただいたこの中辛とさほど、差はない感じではございますね。いただきます。あ、うまっ。これめちゃうまい。この大辛の感じめちゃくちゃ好きですね。実はなんですけど料理長が間違えたらしくて、1個ずつランク上がってるらしいです。入りを中辛でやっちゃったんですね。あ、じゃあ僕普通でも辛いなと思ったらあれ中辛だった。あ、じゃあこれは、めちゃ辛ですね。なるほど。まあ結局、中辛、大辛、めちゃ辛と3種類いただいてるってことなんですけど、個人的にはこのめちゃ辛が1位ですね。これでも運命はマジで。あ、あります。うわ、ただいまですねこちらサーモン丼も到着いたしました。これはもう絶対うまいね。生ものはねさっといただきたいので、これ急いで食べちゃいましょう。なかった。あ、それ、あ、このスタイルなんですね。うまそう。これと皆さんカツ丼でございますよ。これこの卵からこのねサクサクのカツからたまんないっすね。ただいまですね、今追加で注文させていただきましたご飯もの2種が到着したんですが、我慢できなくてノンアルを一つお願いしてもいいでしょうか？すいません。じゃあちょっとこのノンアルと一緒にこの先はいただきたいと思います。ちょっとその前に念願のこの豚からとノンアルで。
一番生きてるなっていうこの瞬間ですねまずはカツ丼の前にこのね生ものなのでサーモン丼からいきたいと思います。こちらの黄身を、このサーモンに絡めまして、うわーこれはこれはうまうわうん、うん、ちょっとねもうないんで、ちょっと試せないんですけど、今気づいたのが卓上にねラー油とかもあるんで、ちょっとラー油とかお醤油も足したりしてポキ風にしたりとかしても絶対美味しいですよね。うわーうめえ、うん、もうちょっとこれやそろそろカツ丼ですね。これカツ丼めっちゃうまそう。うわーこれあーうまっ、何これうまっうまいのしかないね。うん、あ、うまい、うん、あー効く豚の唐揚げでメニューラストなんですけど、あっという間ですねうまっ、ずっとうまい、ということで本日ですね、こんな感じで全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね左うまさんで好きなものをですね好きなだけ注文して食べてみました。もう全品美味しかったです。こちらのね左うまさんは一応ね町中華というような感じのジャンルでですね営業されておりまして、一品ものからご飯もの麺ものと全てね揃っているので、ぜひですね皆さんも気になるメニューがございましたら、こちらの左うまさんで美味しいメニュー食べてみてください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回のですね米編コーナーは前回、訪れさせていただきました、金華堂さんのチャレンジメニューの方からコメントを返信させていただきたいと思いますが、その前にちょっと一つだけ皆様に謝りたいことがございます。次回ですね金華堂さんに伺った際にはいろんなメニューをねご紹介できるような動画を撮りますと、動画内でお話ししたんですけれども、つい先ほど店主さんから、LINE をいただきまして、新しいちょっとチャレンジメニューができたと、つけ麺のようでして、ちょっと写真見る限りねもう美味しそうすぎたので、おそらく次回も金華堂さんの動画はチャレンジメニューになります。すいません。で、ちょっとね補足として、その LINE の中にもですね、翌日公開翌日なのにもかかわらず、そのね動画を見てお店来ましたというお客さんね結構いらっしゃったみたいで、ありがたい限りでございます。なんか本当に僕にとっては一番嬉しい報告でございました。はい、ということで本日の米編コーナーに参りたいと思います。まずは一つ目、そうなんですよ
最近痩せたんですよ。動画とかでもねちょこちょことお話ししてるかな、まあ生放送では話してるんですけれども、最近はやっぱりこう大食いの力をね、まあちょっと取り戻すためにダイエットなんかも始めておりまして、だいぶ絞れてきたかな、顔とか体もシュッとし始めてきたかなとは思います。いやもうね、僕も若くはないので、こういうお仕事もしておりますし、体にね気を使わなければいけないということで、まあ、今後ね本当はダイエット期間抜けても、この体重を維持しなきゃいけないなとは思いつつも、今ねこの禁酒しているおかげで痩せてるだけであって、まあ、ちょっとお酒をね、また飲み始めると太りそうなので、ちょっと今後もですね生活習慣気をつけていきたいと思います。ありがとうございます。ということで本日2つ目の米編、これね、コメントの主の方ありがとうございます。なかなかですね6キロ、まあスピードチャレンジっぽくなっちゃったので、久々のそういった、まあ、挑戦ってのもあって、まあ自分的にもね満足した動画でございましたので、ちょっとこの、返信のね内容についてお話しさせてください。すり鉢は合わせんて、総重量にすり鉢器入れたらもうそれは詐欺よ。僕らもね、まあもちろん他の方も、まあお店さんもそうなんですけれども、そんなね器とかは入れません。一応みんなが言ってる総重量っていうのはあくまで、食べ物食材であったりとかスープも込みの、重量なので、まあそのあたりはね、まあちょっとこう疑心暗鬼になる気持ちもわかるんですけど、まあ安心してね見ていただけたらいいなと思います。はい、ということで本日3つ目最後の米編。確かにね動画を見ると味変するのが早く見えたかもしれないんですけれども、前回のチャレンジメニューに関しましてはそんなにねこう麺量が特筆して多いみたいなチャレンジメニューではなくて、まあ卓上をねパーッと見返した時も、まあもう最初から、こう3回ぐらい味変して紹介したいなと思ってたので、まあ、なくならないようにということで、まあ、早めにねしただけであって、あのねトマトラーメンは美味しいっす。もうぜひちょっと気になる方はね食べに行ってみてください。あとね僕だけじゃなくて、あのゾウくんとかもねもう一押しのラーメンみたいですんで、まあね本当に一度、まあ、ちょっと疑うのであればご賞味いただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価ということで、それはもう動画内で言ってありますね。はい、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。